飯島栄治は、将棋騎士。桜井昇八段門下。騎士番号は236。飯島流引角戦法で知られる。東京都江東区出身。1991年、江東区立平級小学校6年生の時、第16回小学生将棋名人戦で準優勝。決勝戦の相手は、後に多数のアマチュア棋戦で実績を上げ。 プロ公式戦でも、騎士を相手に、互角の勝負を演じた、清水上徹であった。同年、奨励会の入会試験に合格。入会から6年半をかけて3段商談し、3段リーグ4期目の1999年度、第26回3段リーグおにの成績で通過して2000年4月に20歳で、プロ入り。初参加から3期目の、 第16期中央戦6組で準優勝。決勝で高野秀幸に敗れ本戦進出はならなかったが、5組、昇級。第62期 C 級2組準位戦は、最終局まで、ライバル上位4名との昇級争いとなった。その最終局で、飯島は、勝って8勝2敗としたものの、4名中3名が勝った、ため時点で一歩届かなかった。しかし、次の、 第63期では、近藤正和と共に、開幕8連勝。最終成績を9勝1敗1位として、C 級1組へ昇級した。第32期期王戦で、渡辺明らを破り、本戦3回戦進出。第18期、第19期の竜王戦5組では、2期連続で、残留決定戦に回ってから高級を免れるという。 苦戦であったが、第20期では5組準優勝で4組へ昇級。さらに、第21期竜王戦4組の3位決定戦で、勝って3組に昇級し、竜王戦、連続2回昇級により6段に昇段。第15期銀河戦の本戦で、鈴木大輔なめ方障子らを破るなどして4連勝で、決勝トーナメント進出。さらに、決勝トーナメントでは、藤井岳 羽生義晴を破ってベスト4入り。第58回 NHK 敗戦で本戦出場し、三浦博之らを破って3回戦に進出。順位戦では C 級1組に上がってから4期連続で7勝3敗で、あったが5期目の第68期は1戦目で広瀬昭人に負けた後に全て勝ち、9勝1敗2位で B 級2組へ昇級した。 第22期竜王戦3組では準決勝で負け、3位決定戦でも敗退した。しかし、1組の中原誠の引退による時期の2組の欠員補充のため、3度目のチャンスとなる追加の昇級者決定戦が組まれ、この1局で野月博樹に勝ち2組へ昇級。さらに、第23期竜王戦2組では、3位決定戦で、島明に勝ち。 4期連続昇級で1組に初昇級。6組から参加した騎士で一度も本戦に出場していない状況での1組昇級は中川大輔、橋本隆則に次いで史上3人目である。第25期竜王戦1組でも準決勝で深浦光一に敗れたが一局勝負の1組3位、本戦出場者決定戦で橋本隆則に勝ち。 自身初の本戦出場を決めた。決勝トーナメントで2組優勝の佐藤天彦に勝ち、準決勝進出の大健闘を見せた。第62期王将戦では、定員わずか7名の難関とされる王将リーグ入りを果たしたが、1回戦から順に、郷田正隆、渡辺明、豊島正幸、深浦光一、羽生義春、久保俊明に敗れ、6戦全敗に終わった。 第74期 B 級二組順位戦では、7回戦を終えた時点で6勝1敗、同勢で順位上位の糸谷哲郎及び野月広樹を追う展開で迎えた8回戦は糸谷との直接対決であったが、これに敗れて2敗で4番手に交代した。しかし飯島は残り2局を連勝し、1番手の糸谷、2番手の安部隆史、 3番手の野月はいずれも残り2局を1勝1敗としたため、飯島の最終順位が2位に繰り上がり、B 級1組昇級を決定させた。初の B 級1組順位戦となった第75期は3勝9敗という結果で一機で B 級2組へ高級となった。以降も順位戦における成績が振るわず、B 級2組に出戻っていた第77期において高級点を喫し、 第78期でも4勝6敗であるにもかかわらず、不運にも高級点を喫してしまい C 級一組に、陥落してしまった。2021年2月2日の第79期準以前 C 級一組で、高橋道夫9団に勝ち、7段昇段後190勝の規定により8段へ昇段した。7段への昇段が2010年であったため、長かった。長かったです。 十年かかりましたよ。長かったです、と語った。一車頭で、相居飛車戦では、相あぐら、横太り角換わり、相掛かりといった主要戦法を一通り刺す。振り飛車相手の場合は、穴熊や、工実の引き角戦法といった手堅い駒組みをすることが多い。攻めの気風で、いわゆる、足を止めてのパンチの応酬や、自分の大駒を早めに見切るなどの華々しい刺し手が、 しばしば見られる。島飛車対策の一つとして飯島が編み出した戦法を飯島流引き角戦法と呼ぶ。渦はその実戦符の一つである。オーソドックスに3、4歩とついて、角道を開けるのではなく、3、1の銀をまっすぐ3、2銀に上がり、2、2の角を3、1、5、3と移動させ、その後、玉を2、2に持っていき、身の囲いを完成させる。飯島はこの戦法で、 第37回将棋大賞の増田光構造賞を受賞した。なお、受賞から間もなくテレビ出演した際、今回の受賞を機に、新しく、自分らしく、ファンに注目され、かつ、勝てる将棋を探したいとの胸を語り、なおも新戦法の開発を目指す意気込みを表明した。商談規定は、将棋の段級を参照。竜王戦と順位戦のクラスは、 衝撃士の在籍クラスを参照。ありがとうございます。